ビュービュービュー。あ、もうクランだ。オールドジェネレーション。どうもクランティーノ。どうもクランナティーノ。めちめちめと。ポチモト。長田です。はい。はい。今回は、長田リーダーの字について語ろうです。字なんですか。そうですね、まあ、この動画撮る理由がね、まあ、先ほどポチモくんの友達から血が出た、血便が出た、どうするだろうってのからこの動画に発展してたわけですけども、はい、まあ僕ね、もともとは切れ字という病気を持っておりまして。いつからですか。これがね、本当に長いんですよ、歴が。え、本当にマジで。え、陸上やってた時からもう。あ、全然全然血だらけで。あ、そういうのじゃなくて、ひどくなったのが高校最後ぐらいから、社会人とかぐらいなんだけど、あの、もともと事の発端が、あの、小学生の頃にサッカーゴールの近くで川口にゴール前でスポーって貫通されて、そこでもう痛すぎてもうのたうち回った時から。ちょっと待って、あの川口くんが。あの子昔本当に破天荒やって、昔はよおるやんか、小学校何、うん、オラオラしとっていきなり中学校で黙るやつ、うん、そういうクラスに3人ぐらいおるんやけど、 そいつの一人やんやけど、うん、そいつにやられて、それが事の発端やんて。で、まあ症状はそんなになかったけど、普通にお尻痛いなってた時は食事があったんやけど、うん、多分ひどくなったのが高校ぐらいやね。あのね、あのちょっとなんやな、僕のうんこちょっと性格が悪くてしつこいんやって。硬いってこと。硬いじゃなくて何、粘着質。安納芋みたいな。最近ちょっと落ち着いてるんやけど、そう、昔は特にそれで、思春期妊娠期で多いうんこねっちょりっていう、そういう因果関係があるんやけど、俺だけか。そう、それで出した後、まあ普通につくの嫌やねんで、しっかり拭くやんか、うん、そう、拭き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 、うん、すると、あの、お尻って粘膜があってさ、それでさ、あの、傷つかわんけど、その粘膜以上の拭きをするもんで。ああ、そういうことなんや。そう、そういうシステムなんだ。ペーパーで切るんだ。そうね、擦り切れが多いね。あ、まあ最初はね、最初は俺、うん、もうレベル1、うん、で、最初はどっちかっていうとトイレットペーパーにつくっていうのが、それが進んでいくにつれて、だんだん傷もダメージ広がっていくわけよ。かさぶたができて、そこからするもんで、かさぶたって閉じ取るときにかさぶたできるやんか、すると広がるやんか、もうかさぶたわかる、うん、もうキャパオーバーして終わってるやんか。そのかさぶたって肛門の横ら辺にあるんですね。多分そうよ。え、そんな感じよ。そんなかっぱじで見てねえけど、絶対そういうわけやん。だって絶対そこが痛いわけやん。そうで、それでそれを続けとって、だんだんね、傷口も広がっていって、そのうち、するときにめっちゃ激痛で、そう、で、拭くと、何、トイレって、電球黄色いやん、電灯黄色いやん。いや、もうちょっとわからないけど、掘らしてみると、茶じゃなくて、あ、どっちかっていうと、赤茶っていう感じの。あ、そう。赤茶ってことは、うんこもついてる。それはね。ただね、なんか拭き心地がね、そう、便じゃないんで、なんか血、え、トロトロってこと。そう、皿、血の皿、便のぬめじゃなくて、トロッツ。そう、あの便ぬ、あブレンド、うん、そう、そう、それね、社会人ぐらいかな、なってくると、もう、あの便秘の時とかだと、あの、2日とか3日とか出なくて。あ、便秘もあんの。あ、それは多分個人的な私生活の問題かもしれんけど、便秘で久々自然に出るっつって、あーって思ってトイレ行けんけど、出んのんやって全然、うん、で、これ本当にすごかったね。30分以上かな、本当にマジでこうやってずっとこうやってやって、ダーツトイレでこうやってやつって、うん、もう本当に出から何、全入りから出まで全部痛かったんやけど、うん、出し終わった後が、まあもうどうなるか気になるわけやもんで、ちょっと立ってみたら、そのトイレの中の水溜りがもう本当に真っ赤になって、しないけ、もうそろそろパッて拭くと、パッて拭くと、まあ、うまくなかったな、本当それぐらい本当にあれを、そう、
とかがあってやるよなって。え、でも便秘ってことは何日かしてないわけなんで、その間に固くたまらへんの。いや、固る、分からん、どうなのね。まあそこは、今はね、そうなんですよ、よく聞いたって言われました。もう僕、最近切れ字がなくなったんよ。病院行ったの？病院行ってない。ちょっとね、辛いもん控えたのかな、分からん。ただ、そう、イボジになって、これイボジが厄介でね、切れ字ってなんかあれやな、他の時は治る的な、なんか塗れば治るよね、なんとなくな、仕組みが分かるよ。そうね、そう、イボジっていうのが、そう、あれ病院行かんと分からんやつで、セルみたいな言うよね、出てくるみたいな。あんね、イボジにも2種類あるらしくて、そう、内側から飛び出てくるやつと外側にちょきって出てるやつがあって、多分俺外側に出てるやつなのかな。いや、どうなんやろな。え、触って分かるの？なんかあるの？あ、もうね、汚いな、割れ目あってさ、俺左側についとるやんて、こっち側に。そう、拭くときに、あ、もうでかいね、ほんとに。え、どんくらいの大きさ？これぐらいあるの、たぶん。触ってみ？ちょっと。いやや。俺、頑張れるよ。いやや、マジで。あ、いつも触ってみたいの？いや、コリコリするだけ。あ、でも、するときは痛い、するときは痛い。ちょ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 とかさ、痛いんじゃないの？いや、変な感じで、マジで。え、ただのそれはイボなの？イボ。でも、なんで血がそこから出てくるの？いや、それは分からん。あ、でも最近、そう、痛いだけなんやって。ああ血がなくなってる、多分。ああ、そういうこと。あ、なくなってるんか、分からん。あ、でもたまにやれよ、吹きすぎると血出るけど。それは切れ字じゃね。そう、あ、じゃあ、み？そう、そう、でね、ああ東海オンエアって知っとるやろ、うん、知っとる。そう、あのね、リーダーの哲也って人がイボジ治療動画出しとるんやけど、見たことはないから、うん、そう、まあ、それ詳しく見てもらえば分かるけど、なんか字って実は外にちょろっと出てるようで、あれ実は本当は中から出てるらしくて、それが外にちょろっと出とって、なんていうの、字って何、イボやろ、イボじゃん、イボじゃん。中の肉を伝って、肉の塊がこうニョキ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 出とって、ここちょろっと出てるので、こんだけのちょっとやと思うけど、実は中に根っこからすごいできとって、そう、それを切らんとあかんっていう。切らんといかん、そう、あの場合によってはやる、わからん。ちょっとね、その十日目の人はもう末期状態、本当にもうずっとポカっといた状態。座れんとか？あんね、いや座れるよ、座れるけど、うん、とにかくすごい、別に治療とかもめっちゃ期間かかるし、うん、そうするときに痛い以外にも不便なところがあって、うん、まあしたら拭くわけやんか、うん、出したらそのときにここについてるって言ったんやけど、どうしても腹痛合上でこのイボジのこっちサイドを拭いたら、こっちサイドの流れ玉も拭くなったわけよ。今もね、イボジをこっちからとこっちからと、わかる？うん、そう、わかるわかる、それ、それ、うん、そう、このね、うん、そう、その行為が必要だったりして、そうしたらさ、イボジのあの、山頂の部分はうんこが残ってるわけやろ。いや、不安とかよね。あ、ちょん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 みたいな。そう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 、そう、あとね、普段生活してると突然キューンってなんか針刺されたらグーッて痛みがする。いい、そう、ほんとにマジで、あっ、あー、来たーって。何それ、分からん、これみんなあるかな、イボジ、イボジ障害。イボジあるある。イボジあるある。そう、怖っ。お二人はイボジ持ってる？キレジ持ってる？ないです。せっからいな、これ。そう、血はね、やっぱあかんよ。そう、何がかん、そう、何があかんって、もう川口くんがあかんよね。そう、川口くんもさ、ずっとその川口くんのせいにしてもダメだと思う。小学校だから。そうね、ダメな、本当にそれなの。あれ、いや、俺確実になんかあれで目覚めたよね。治ったことはないの？365日切れとんの、その時はずっと。いや、それはないよ、ちゃんと、うん、大丈夫な時もある、快便とかもちゃんとあるよ。え、本当にあれを
知った、あ、やべ、めっちゃハゲレいいやん、ハゲレ、ハゲレハゲレいいやん、便ギレ、そう、便ギレいいやんっつって、まさかあの、拭いた時に全然つかみやん、え、これめっちゃエコやんっていう、ちょっと周りがちゃんと、そう、それだけじゃない問題があるんだけど、でも最近ちょっとね、怖くて辛いもん食べんかったりするけど、激辛ラーメンがあるっていう、そう、あ、まあ、食ったんやけど、昨日、いや、直すためにはどうしたらいいですか。フィジアはね、多分あの医薬品で直すと思うんですけど、ね、イボジアはね、あ、マジで病院ですね、あれは。いや、しかも治療期間、あーね、考えとるねんって、あの今学校生活中やもんで、就活決まってから行こうかな、それか就職した後に有給使って行ったら、地のキャラでさ、社内で定着されてさ、気に入られそうな。ちょっとわかる。わかるけど、恥ずかしいね。そう、多分、うん、お金かかるよね、絶対に。入院もするしさ。そうなの、ね、そう。そんな直したいレベルなの？あ、直したい、めちゃくちゃ直したい。今もあるってこと？一体掘るの？あ、一体ちゃんと左側に。触りやよ。うん、本当に嫌や。え、でもね、多分、え、もう、ちょっと外側に出るで、ね、見せれるよ、見せんけど。本当にお尻の穴を見せるの本当に恥ずかしすぎる。でも看護師さんに見せなかったんだよ。そうや。あ、男なんです。あれ女？分からんわ。まあ別に人気だったから。じゃあ友達に見せれんかったら。そうや。無理。違うんやって。そこじゃないんやって。分からんかなこれ。俺さ、あの友達にはさ、あの絵見せれんけど、編集の人には見せれたんやんか。なんかね、ああいうもんやって。専門のその特化してる人には見せて大丈夫。ちょっと分かり。というわけで、今回の字の説明はこれにて終わらせてもらうと思います。皆様、お尻を拭く際には十分ご注意ください。はい、お食事の際も、お尻になるべく負担のかからないものを食べるよう心がけましょう。はい、それでは本日のカナダ TV、これにて終わろうかと思います。それでは皆様に快適なベンライフを。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。